皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されたこちらのデッドサイドに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは2020年4月14日に新発売されたオンライン型の世紀末オープンワールドゲームなのかな。一応定価2000円でサポーターパックがプラス1000円でしたね。一応サポーターパック購入してみたんですが、まだアーリーアクセスタイトルで日本語には対応していないんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。キャラクリはほぼシンプルな形なんで、このスキンヘッドおじさんでいきましょう。よし、来ましたね。おー、グラフィックは、なかなか、はあ、なんかニューミッションが来てるって書いてあるな、左上に。なんだそれ。はあ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 、こんな感じなんだ。あ、ミドルボタンが視点変更だ。あー、いけたいけたいけた。なんか強そうですね。軍人上がりだな。こんな感じで、M がマップかな？お！マップ広い？あ、なるほど。現状、このエリアのみってことか。アーリーアクセス版なんで。あー、この先街みたいのはあるな。ここが、ミッションが発生してるっぽいですね。イベントとか、セーフゾーン、あ、セーフゾーンがあんの？セーフゾーン行ってみるか。あーで、このサポーターパッカーと最初からこのナイフか。おナイス、ナイフの出し方いいですね。このナイフ、サバイバルナイフと、このライターか。ジッポライター、これが、あーちゃんとつくんだこれ。あ、すごいすごい。あ、結構ここら辺のモーションはちゃんと作ってあんだな。結構綺麗ですね。この2つで1000円だった。これないとこれが全くないってことなのか。なるほど。グラフィック今最高設定でやってるんですけど、なかなかいい感じですね。で、今日からサービススタートだったのかな。今までもやってたのかな。効果音とかもなかなか良さそう。ラグも、これアメリカの方のサーバーなんですけど、今のとこはそこまで、ない感じかな。ちょっとナイフは隠しとくか。これ服とかも変えてけんのかな。とりあえず道沿いにセーフゾーン目指すか。リーンか、これが。目つきが鋭いな、かなり。怖い怖い。強そうですね。あ、これが攻撃モーションですね。ガードとかはないのか。ステータスも左下に出てて、HP、食事、水分。その3つぐらいかな。タブがインベントリーか。おー、はい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 。良さそうですね。あ、待って、車が見える。これは調べられんのかな。特に調べるコマンド出てこないな。どういう世界観なんだ。とりあえず世紀末ってことはわかるんですけどね。いっぱい車が置いてある。あ、なんか落ちてる。フラッシュライトか。 F2 まであんだな、このショートカット。 T がライトとか書いてあったけど、あ、クリックだ普通に。おー、これは中を漁る系じゃなくて、この周りにアイテムが湧くってことなのか。とりあえずフラッシュライトゲット。あ、結構でかいな、これ。これそのまま殴れそうだな、このフラッシュライトで。これを開けられるわけじゃないんですよね。あ、なんか落ちてる。ズボンが落ちてる。ハンター、トローザー？なんだこれ。あー、ギア、これで。なるほど。G ボタンを押すと解体しちゃうんだ。
はあはあ、ジーキーで書いた。あ、やっぱこういう感じで湧いてる。取れないぞ、これ。あ、取れた。なんかオイルみたいの取れましたね。おー、でもこの車の感じとか、あ、中に入ってる。あ、待って、ショットガンがある。お？はあ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 。あ、これいいじゃないですか。お、いきなりショットガン。多分2発撃てるやつだ。ショットガン来ましたね。あ、結構武器落ちてんだな。いいですね。かっこいい。はあ、照準しっかり、一発撃ってみるか。あ、音は結構静か。ん？ああ、リロードかっこいいじゃないですか。あ、結構ここら辺はしっかり作ってある感じだな。なんか銃声がすごい小さかったけど、こんなもんか。まあ、なかなか銃の感じとかはいいですね。あ、服がある。ちょっと、あー、切れた。どんな感じだ？あ、こんなちっちゃいんだ。かっこいい。いいですね。結構服とかもいろいろあんのかな。これスタミナはないのかな、スタミナ。あとご飯とかも拾ってかなきゃいけないですね。まずはリュックサックですよね。バッグがないと、ほとんど何を持てないな。おお、あ、背中に背負うんだ。どっか引っ掛けるとこがあるってことが、これ。とりあえず、人とかはまだ会ってないな。この先セーフゾーンあるみたいなんで、そこ行こう。クラフト、あ、これか。あー、ラグとロープが1本。ここにいろいろ書いてありますね。あ、基本はこの服をちぎって布から包帯とかそういうのが作れる感じか。あー、コンテナもありますね。ウッドプランクだからやっぱ木を切る感じか。ウッドプランク、ロープの作り方。あ、ベースもある。あー、なるほど。土台系があって自由に建てれるのか。ナイフじゃ全然は、あ、家がある。とりあえず、入っていくか。ゾンビいるかな？なんかあるか。これは引き出しを開ける系じゃないのか。怖いな。あ。一応。誰もいなそうですけどね。あ、何にもないな。あ、でも家の中の作りとかもいい感じですね。何にもないけど、バトロワゲーっぽいですね。とりあえずこっち側。でもご飯とか水分メーター結構緩やかな感じですね。あ、やばっ。どういう感じ？あ、待って。やばい。やばい。サブマシンガンも持ってた。なるほど。ポイント使えばリスポーンポイントとかを、あれできんのか。ポイントはどうすんだ、これ。ちょっと待って、結構装備整ってんな。やっぱ武器はガンガン取れる感じなんだろうな。あ、なんかある。あ、斧がある。あー、結構アイテム多いですね。これは何？あー、バルトつって、そういうこと。あ、いった。あれ、ダメージ入ってないな。ダメージモーションになったけど。これ、罠でしょ。ま、あー、ネイルか、いらない。ヘルメットがある。あれ取れるかな。お、結構落下ダメージはあれだったな。あー、工事現場のヘルメット取った。あー、いいですね。これで。ゾンビみたいのはいないのかな。おい、木。あ、取れた。あー、なるほど。何回も殴ってるとナイフでも取れんのかな。
取れそうだな。ダメか、さすがに。あ、やっぱ斧だとログが取れるみたいですね。ウッドログ、まあ今いらないでしょ。ああ、え、嘘、結構銃あんな。ほんとライフルだ、猟銃っぽいですね。 S85 4発。いやー、4発撃てんのか。ああ、いいじゃないですか、攻撃力とか。あ、これは使えん、ネイルがいっぱいあるんだよな。とりあえずちょっとした武器手に入れましたね。あ、武器ほんと手軽な感じだな、すぐ手に入る。これも入れんの中。こうマップはすごいですね、結構しっかり作ってあって、車両もいろいろあんな。やっぱロシアなのかな、これロシア圏っぽいですけどね。ここら辺とかもすごいよく作られてんな。あ、銃声する、銃声する、行ってみるか。これ足、あ、死んでますね。もう漁った後か。あー、あっちがいたな。よし、やった。やった、やったか。強いぞこれ、瀕死だったか。魚振った。あ、あさってましたね。早くしないと。リュックみんな持ってないんだな。リュックみんな持ってないぞ。ちょっと待って。これ相手のアイテムですよね。リュック出ないのか、そんなに。なんか、ハンドガン持ってたけどな。大したもん持ってなかった。